嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。毎週月どうも、キューティクル先輩わざるです。おしゃ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 、朝野菜の死骸何やってんの。ミスター関、やりましょう。ナイスミスター、シュガーラッシュが公開だぞ。毎週水曜で、お前が進めちゃうんだ。都市伝説のコーナー。おい、ミサイヤです。自由がすぎるわ。アメリカじゃない、アメリカじゃないよ。あ、違う。今回は都市伝説に詳しいこの方に来ていただきました。はい、都市伝説さんです。どうも。まあ、もちろんだけど、この後ウマヅラやるわけないよ。あ、やんないの。やれよ。なんでやれよって。嘘つけ。なんでだよ。ウマヅラビデオよりウマヅラビデオしてるよ。やれよ。なんで鼻ほじってんの。やれよ。何そのボケ。あはい、というわけで今日やっていく都市伝説はトイレの花子さんにまつわる都市伝説なんだけど。なんでお前俺のジャケット着てんだよ。ボーカルだから。花子さんといえば、はい、おかっぱ頭で、うん、赤と白の服を着たなんか女の子のトイレに出てくる幽霊と、ちびまる子ちゃんじゃない。確かにそう言われればまる子ちゃんっぽいね。そんなまる子ちゃんに関する都市伝説。違います。違います。ということはフリーメイソンだ。関係ねえよ。花子さん実は男説っていうね、都市伝説がね、あるんですよ。あ、わかる。俺見たことあるのよ、実際に。嘘つけた。トイレで男が出てくる瞬間見たことあるから。あ、俺これだと思って。えびっくりしたの。え、どういうこと。どういうこと。マジマジマジ。何その話。ちょっと詳しく聞きたいんですけど。実家のトイレでね、トイレからさ、男の人がさーって出てきた。親父と思ったの。おー、そうそう、親父だなと思って。どう考えても小学生の。ええ、何の弟とか。あ、いるんだなと思って。やっぱりトイレになるみたいな。怖い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 。何何何、さらっと話すエピソードにしては重すぎる。笑っていい。いやいや、笑っていい。怖い怖い怖い。花子さん、まあ知らない人もしかしていると思うんで、ちょろっと花子さんの軽い説明をしようかなと。おー、そうだね。まあ一番ポピュラーな噂みたいなやつは、深夜に学校のトイレで行って、右側から3番目のトイレを3回ノックしたら、花子さんがいて、トイレ開けたら、そのトイレに引きずり込まれてしまうという。おー。清掃員なのかな。清掃員ではないですよ。清掃員。花子さんそんな怖いやつだったっけ。そう、なんかもっと怖いよ。ポピュラーな感じじゃない。うっそ。まあでもね、地方によって本当にいろんな説がある。特に悪いことをしない花子さんもいる。例えば、大輝が言ったみたい、例えば女子トイレのマークあるでしょ。はいはいはい。あれが欠けてたらペンでこう直してくれたりするっていう、そういう話もある。作業員だ。これだけ聞くと作業員だけど。その花子さんなんだけど、はい、なんでこんな広まったかっていうルーツみたいなものなんだけど。ピコン。SNS。 あ、違えわ。あ、違う。あ、結構昔だから。あ、昔だから。1950年だから。 SNS の絵の絵だから、はい、電話帳でなんかみんな電話してヤバくね、 あいつみたいになった。あー、なんかありそうだけど違う。あ、ピボン。回覧板。あ、違う。あー、ピボン。生活の多さは認めよう。あー、その積極性は好きだわ。ありがとうございます。でもちょっと黙ろう。次はなかったです。ありがとうございます。ちょっと。まあ、そう、1950年代なんだけど、はい、女の子が戦死者に追われて右から3番目のトイレに隠れたんだけど、見つかってしまって殺されてしまったと。え、めっちゃ怖いよ。この話がきっかけとなって花子さん生まれたんじゃないかっていうのが一番有力。うん、なんかもうややこしいな。右から3番目のところで亡くなったのに生まれたってなんやねん。花子さん、ややこしいわ。説その2が、父親から虐待を受けていて、はい、結局殺害されてしまうんだけど、父親から、うんうん、その時に顔の傷を隠すためにおかっぱだったっていう。トイレ全然関係ある。まあトイレ全然関係ないから、あんまり有力ではないよね。説3つ目が、一番でもこれが有力なんじゃないかと俺は思う。文京区でトイレ殺害されてしまった事件っていうのがあって。あら。でこの文京区の事件っていうのが1954年に起きて、はい、殺されてしまった女の子が細田京子ちゃんっていうんだけど、授業中にね、細田ちゃんがトイレに行って、でもなかなか帰ってこないと。授業中？どこに食いついてんの。で、さすがに怪しいってなって、生徒と先生で探し回って、そしたらそのトイレで下着を口に詰め込まれた細田ちゃんの遺体がトイレにあった。やばっ。授業中ってことだって学校でしょ。まあそうだよね。野外であらかじめ女子トイレに隠れてて、あで、そこで襲われた
細田ちゃんが下着を加えて行ってたと、うん、そもそもなんで花子っていう名前なのかっていうことなんだけど、そうだよね、まあ、昭和の時代って、はい、名前って何かと男は太郎で、うん、女は花子ってつけるのが一般的だったと。ああ、まあ、まあまあ今で言う、まあ、大輝とか、なんで俺やろ、まあ、ありふれてる銀行とか市役所とか行ってもさ、なんか見本とかの例でもさ、今で花子とか、そうだね、太郎とかあるでしょ。本当だ、うん、まあだからそれってよく名前使われていた名残なんだ。なるほど。でその昔そのトイレに出たその女の子の例のことを、まあ、とりあえず花子ってつけようみたいな。あ、なるほど、うん、トイレの例を全部つけたんだ。そう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 、女の子の例だからとりあえず花子ってつけとこうみたいな。何その適当な感じ。もっと頑張れよ。マリアとかね、なんでそんな横文字に並べてんの。ジェファーとかつけないよ。ジェファーってね。もうジェファーってトイレのジェファーって絶対嫌や。気持ち悪いよ。まあだからその地方でいろんな説があるのかもしれない。おー、あーなるほどね。うん、いろんな話が出てとりあえず花子つけようみたいな。さあ、はい、もう今までの話はね、うん、もうはっきりと言って全部嘘ですから。全部嘘だ、全部嘘だ、マジで。お前すごいな、ここまで全部嘘を並べて。ちょっと待って、変にもったいぶったのが間違いだったから。伏線でございます。はい、うわ怖っ。こっからが本題でございます。まあなんでね、男なんじゃないかっていう説言ったのかと言いますと、2010年に、うん、まあ、この説が一気に浮上してきたわけなんだけど、ある学校で女子トイレを覗き込む男がいたと。女の子がそのトイレに入って天井を向いたら覗き込んでる、もう変な不審者がいたと。怖無理だろ。この不審者はその見つかるとすぐ逃げて、学校中はとりあえず大パニックになったと。この大パニックの最中に、うん、トイレの花子さん実は男だったんじゃないかという話で発展していったと。あ、結構いろいろあったんじゃね。そう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 。二つ目のその男だったんじゃないか説が、うん、神奈川県では結構その有名な噂なんだけど、うん、まあ、トイレの太郎っていうやつがいて、こいつもトイレの花子さんと噂みたいなのは変わらない。3回ノックして、うん、3秒以内に逃げないと、あの、追いかけられて殺されてしまうっていう。まあ、3秒経つ前に逃げたらいいんでしょ。3秒経ってる頃はもう、太郎すごい恥ずかしい感じになってる。逃げんのかな。太郎って言われてる一方で、陽介って呼ばれてる場合もあると。まあ、陽介実はその映画化もされてるんだよね。花子 VS 陽介って戦わせてるよ。戦わせてるんだよね。結構そのまあ対になることが多いというか、花子とその太郎。でもさ、陽介じゃね、太郎を AKA 陽介みたいな。何別に、ね、太郎は陽介とも呼ばれてる。どっちかは横文字であれ。でも太郎ってあんまり知名度なくないですか。ないないない。じゃあなんで花子さんは日本中に広まって太郎が広まんなかったのかっていうと、花子さんはさ女の子じゃん、で太郎は男じゃん、うん、男子トイレはちょんべん機と大便器で分かれてるじゃん、うん、分かれてる、分かれてるね。だからそもそもノックする機会が女子トイレに比べて少ないと。なるほど。おー、プラス男ってやっぱりその小学校の頃ってそんな大便器入りたくなくないですか。あった。まあ確かに禁扱いされたもんね。禁扱いとか、うんこ、そう、そういう、うん、からかいとかいじめみたいなのよくあるじゃん。そんなもんなくずっとうんこって呼ばれてたけどね。あかましいよ。何も入らなくてもうんこって呼ばれてた。うるせえな、俺のことはどうだっていいんだよ。だからあんまりその個室トイレに固執しないと言いますか。なんだ今の。なんか二つ言ったところが腹立ったな。まあだから、まあ男子トイレをノックするパターンになりづらい、そういう状況になりづらいと。なるほど。だから男子トイレ幽霊みたいな感じの話が発展、広がりづらくて、だからこんなに知名度が少ないと。なるほど。花子さんと太郎結構共通してる部分がもう一個あって、はいはいはい、どっちも不審者系と関係してる。ああ、確かに。不審者が覗き込んできて変質者に襲われると似てるんだよね。うん、うん、まあ男か女かっていう、その違いだけだね。男子トイレあんま入らないっていうやつだけよね、本当に。それで女子トイレの花子さんだけが広まってしまったと。そういうか信じないかは罠田次第です。罠田って罠田次第です。罠田罠田次第で す。お前イワンコフになった。最終的に男か女かよくわかんないもん持ってくんだお前。好きになって信じたってどうせ恋なんて、この一歩が踏み出せない自分が許せない。